はい、おはようございます。今日は奥多摩川氷川キャンプ場にやってまいりました。9月30日でヤマメ、イワナは禁漁となります。12月31日まで本流でのみニジマスを楽しむことができます。かなり増水してますね。流れの悪いトロバがとうとうと流れています。ここは溜まりが全くなくなりましたね。いやー、水も濁ってます。ここもね、いいポイントだったんですけどね、水量が多くて魚が溜まる場所がないですね。いやー、これは予想外でした。ここもね、普段はいいポイントなんですけどね、よく釣れる場所です。ちょっと大岩の後ろを流してみます。ここは放流直後もよく釣れる場所なんですけどね、そこにはね、大石があってヤマメやニジマスが居つく場所なんです。上のお兄さんが一本あげましたね。こちら側から狙えるかな。ここもよく釣れるところなんですけどね、この大岩の後ろ。ダメですね。もうあと流せそうな場所がないですもんね。これで役場裏を探ってみましょうかね。増水してたら期待ができるかも分かりませんね。今、昭和橋の上です。上流を望むと日原川との合流点が見えます。ここもよく釣れるポイントなんですけどね、後で時間があればちょっと寄ってみたいと思います。これから役場裏に行ってみます。役場裏にやってきました。ここも大雨で壊されてますね。ザラセになってます。相当鉄砲水が出たのかな。川の様子が全く変わってます。ここもほとんど溜まりがないですね。2人ほど入ってますね。ほら、厳しいぞ。来たよ、来ました。でかい。大きいね。28センチあります。やりました。園庭の上で上がりました。出たんですか。今ここに、あ、そうですか。さっきまで遊んで一人やってたけど、なんか思ってたみたいね。そこの上で一本取れましたけどね。そこで、あの工事の人が入る前に、そこで、はい。まだ残ってはいると思うんですけどね、上から落ちてきてんですよね。じゃあ頑張ってください。どうもどうも。はい。ダメですね、ここも。もう人が多くてダメです。もう先に入った人に釣られてますね。あ、厳しいです。園庭の上で1本取れたのがラッキーでした。
ダメですね。これじゃあニジマスのたまる場所もないですね。大岩がみんな流されてしまいました。これから本流と新原川の合流地点をちょっと流してみます。新原川と本流との合流点にやってきました。朝人が入ってたからね、残ってるかどうか微妙なところです。今日は人が多いです。今日は支流最後の日ですからね。ここでダメだったら御岳の方に下ります。合流地点です。流してみましょう。いい具合に濁ってはいるんですけどね、まあ人が入って釣ってますからね。朝早くもうちょっと釣れるかどうか微妙です。ああ早が来ましたね。ちっちゃな当たりだと思ったらね。よっしゃ来たぞ。来ましたよ。朝先行者がいたんですけどね、やはりいますね。ここはおいでおいでおいで。よっしゃ、はい、26センチ、ニジマスです。やりました。よっしゃ、来た。来ました、来ました。おお、走る。ニジマス25センチです。やりました。よっしゃ来たか。来た。おっと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 、よし、はい、来ました。27センチニジマスです。お、来たぞ。来た。ニジマス5匹取ることができました。今日はラッキーでした。
年内また何回か来ることができると思いますので、また次回に期待です。それでは皆様、またお会いしましょう。さようなら。おやさん、YouTube とか見られる？俺全然見ない。見らんない？うん。一応 YouTube やってて、あ、奥多摩とかよく出してるんですよ。な、機会があったら。それで来るんでしょ。これ見てくるっつったよ。あ、本当？ホクホク東の風って言うんだけど、よく出してるんですよ。あ、そう。これがそうなんだけどね。うん、いいですか？うん。はいはい。ねえ、値上がっちゃったからね。それだからね。でも喜ばれるの、お土産に。結局ね、うん、こう、じゃあ YouTube みんな見て、うん、あれ、この下、この下ってみんな見るんだよ。本当。